うまいですし力強いですよね、はい、あ、マイクを逃げた。あとここでシルバが納得ができないのか、入場の時のコンボを持ち出している。なんとかこれ何人がかりですかね、今8人がかりぐらいでこれシルバの動きを止めています。これはいけませんね、勝負はもうこれはダメですね、結果は結果ですから。この悔しさを試合にぶつければいいよね、杉浦がマイクを持ちました。そしてシリと今突っ込みを入れました。プロレスリングノアでプロレスやってる杉浦です。俺もリアルプロレスラーだ。ジャイアントシルバーを下した杉浦隆史、いやまあこの技といろいろありましたが、竹山さん